列車運営プロデューサーのしめさばです。明日、7月15日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからはデュエルアンガルドのシーズン1、そして、ナラティブダンジョンのオンザロードが始まります。まずは、デュエルアンガルドからいきます。月曜日に先行情報を公開していますが、今回の条件はこんな感じです。前回とはまたガラッと条件が変わっているので、工夫してチャレンジしてみてください。そして、ナラティブダンジョンオンザロードはダイアリシリーズ大学のお話ですね。デスチャ情報局でも紹介したんですけども、今回はロードバイクがテーマになってます。早速、新チャイルドを紹介していきましょう。まずは、ボレアースです。前の主人に捨てられた時は、目の前が真っ暗になったの。でも、もう大丈夫。前よりもっといい主人に出会えたから。やっぱり、何でも一人よりみんなと一緒の方が楽しいよね。なんだか急にノトスに会いたくなっちゃった。また一緒に競争してもらおうっと。この子は、契約者がロードバイクのスプリンターで、誰よりも速く走りたいっていう願いから、足の速い動物っていうことで、チーターをモチーフにしたチャイルドです。はい、スキルはこちらです。光属性の防御型ですね。味方を守りつつ、敵の行動も邪魔することができるチャイルドです。注目のポイントはスライドですかね。自身に不死と接触石化を付与します。接触石化っていうのは、自身に触れた敵を石化させちゃうみたいな感じのスキルですね。接触石化、懐かしい感じがしますね。メデューサが持ってたんですけども。さらに PVP だと自身に挑発を付与するので、自分に攻撃を集中させて、接触石化で、片っ端から石化させて、自分は不死がついてるんで、死なないみたいな感じの、もはやメデューサのワールドボスじゃないかみたいな感じになってましたね。PVP で、例えば相手のフィーバー直前とかに発動させたりすると、相手のフィーバーを封殺というか、無駄にさせられるかもしれないですね。そして、もう一体の新チャイルドはノトスです。面白そうでしょ。ちょうどいいわ。ボレアース、私と競争しない？今回は絶対勝てる気がするわ。悪魔、審判やりなさい。こっちは契約者がロードバイクのクライマーで、黒ひょうがモチーフになっているチャイルドです。スキルはこちらです。闇属性の妨害型ですね。敵の攻撃頻度を下げたり、行動を止めたりってことが得意そうなスキル構成ですね。ノーマルではスキルゲージ初期化で行動を遅らせられます。スライドでは気絶で行動を止めつつ、PVP の場合は防御力が高い敵にスキルゲージチャージ速度減少を付与します。防御力が高い敵っていうことは、防御型とかになってくると思うんですけど、それを狙うことで、敵の守りを間接的に遅らせることができそうですね。でドライブでは攻撃力が高い敵一体に標的を付与します。標的っていうのは、味方の攻撃を集中させるスキルですね。なので、相手が挑発とかを使っていると、そっちに行っちゃうんですけど、それさえなければ、厄介な攻撃型とかを集中攻撃して、落としやすいっていう感じですね。それから、コスチュームもありまして、ボレアース用でハンモックボレアースです。私と競争したいの？ボレアースがくつろいでる姿ですね。こちらは、ショップで優勝販売になります。ソウルカルタも紹介していきます。はい、こちらですね。ビリーとアニーが描かれた、ハイドロシューターというソウルカルタが登場します。こちらは、召喚とショップで獲得できます。はい、そして、今回のアップデートから約1ヶ月にわたって、お得なイベントがたくさん開催されます。その名も、サマーフェスタということで、今回のアップデートでは、3つのイベントが始まります。まず1つ目なんですけど、1日2回無料10連召喚が始まります。これがなんとですね、8月12日まで、1ヶ月弱ですね、開催されます。
これは見逃さずにぜひ毎日ログインして10連召喚やってください。次に、無料コア素材ログインパックが販売されます。まあ、販売というか無料なんですけど、ランフェイショップのスペシャルタブのところ、まあ、ちょっといつもと違うところにあるので注意してほしいんですけど、スペシャルタブに、コア素材ログインパックっていうのが、登場します。これが、ですね、無料で購入できまして、ログインすることでコア素材とかコアボックスとか結構ね豪華な内容がもらえますので、こちらもお見逃しなくということで必ず、購入をしてみてください。はい、そして三つ目なんですけども、サマーフェスタ限定ミッションということで、ミッションパスですね、これは。ミッションパスのところに、特別なミッションが登場します。期間中に、まあ、今回だとナラティブダンジョンの報酬だったりとか、あとサイコロイベントやるんですけども、サイコロイベント報酬とかで、ココヤシっていうアイテムが手に入ります。このココヤシをたくさん集めると、まあ、いろんな報酬が手に入るっていうミッションパスですね。最後のミッションだと、2020年まで登場したチャイルドを1体選んで獲得できる20チャイルド選べるギフトっていうのがもらえるので、まあ、頑張ってココヤシをどんどん集めてください。はい、それでは今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。はい、シーメサバ雑談コーナーです。ちょっと昔話をするんですけど、今回ボレアースが持ってるスキルの接触石化っていうのが、2018年の6月ワールドボスのメデューサで登場したスキルなんですけど、当時ステアーズの運営の時ですね、バトルバランス、戦闘バランスのテストとかも全部日本でやってたんですけど、メデューサのワールドボスのテストした時に接触石化の確率が最初すごい高かったんですよ。で、当時攻撃耐性って今当たり前になってる5体だけフィーバーするみたいなスキルも、まあ、なかったので、フィーバータイムになると、まあ、20体が順番に攻撃する感じになるんですけど、それがまあ綺麗に左から右下にかけて綺麗に全員石化していってフィーバーが無駄に終わるみたいな状態になってたんですよ、最初ね。で、私は、まあ、当時ね、下っ端だったんで、まあ、目の前の仕事でいっぱいいっぱいで全然そう思うことに気づかなかったんですけど、まあ、ゴリさんが画面見せてきて、これやばくねみたいな感じで言ってきてやばいですねみたいな話をして、まあ、ボスの接触石化の確率調整して、調整っていうか、まあ、相談、調整を相談して、まあ、いじったりとかっていうのを思い出しました。まあ、なんでこんな話したかっていうと、前月末ぐらいに、デスチャ老人会っていうハッシュタグがツイッターで流行ったじゃないですか。それ見てたら、まあ、なんかすごい懐かしい話で溢れてて、で、まあ、その頃、運営の中ではあんなことあったなとかって思い出したりして、まあ、結構面白かったですね、見てて。まあ、よければまたツイートとかしてもらえると嬉しいです。ということで、まあ、明日のアップデートお楽しみに。